境港市、水木茂ロードに設置された、粉木寺のブロンズ像粉木寺もしくは地底屋は、徳島県山幹部などで伝承される妖怪。民族学者、柳田邦夫の著書、妖怪談義に記述のある妖怪の一つで、本来は、老人の姿だが、夜道で赤ん坊のような産声を上げるとされている。一般には、泣いている粉木寺を見つけた。 通行人が憐れんで抱き上げると、体重が次第に重くなり、手放そうとしてもしがみついて離れず、ついには命を奪ってしまうとされている。書籍によっては、粉木爺は、石のように重くなることで抱き上げた人間を押し潰す、などと記述されている。しかし柳田は、こうした特徴について、オバリオンや、三女に近いものとして、創作と指摘している。 小泣きじいが一本足で現れると地震が起こるという話もある。民間伝承の会の機関誌、民間伝承第4巻、第2号に寄せられた論文、三村語院には、三好軍三名村あ平の交渉として、子供の泣き声を真似る会と記述されているのみである。徳島県阿南市の郷土市や、滝田正宏によれば、伝承地とされる徳島県地方では、 実際には粉木き爺の伝説は存在しないことが判明している。一方で、徳島の伝説を採取した書籍、小屋平の昔話には、山中で不気味な赤ん坊の声でなく、妖怪、人間が抱き上げると重たくなって離れない妖怪などのことが記されているため、これらの妖怪譚が一体となって粉木き爺の話が生まれた可能性が示唆されている。 さらにその後の滝田の調査によれば、民間伝承第4巻、第2号の交渉のあった地では、かつて赤ん坊の鳴き声を真似た規制を上げる、実在の老人が徘徊しており、子供にとって非常に不気味な存在だったため、子供を親が叱る際に、がやってくるよと使われていた。そのため、実在の人物である、この老人が前述のような声の妖怪と結びついたか、 もしくは郷土市屋による最終結果が柳田国夫に報告される過程で実在の人物であることなどの多くの情報が錯綜脱落し、さらにオバリオンや三女の伝承が混同された結果として粉木ジーの特徴が形作られたといった推測もある。これらの説に基づくと民族学的観点から見れば粉木ジーという妖怪が存在することは 疑問ということになるが、昭和、平成以降では、多くの書籍で妖怪として紹介されていることなどから、粉木爺が、一般的に妖怪として認められていることも事実だと、妖怪研究家、京極夏彦は述べている。特に漫画、ゲゲゲの鬼太郎で、主人公、鬼太郎をサポートする名脇役として描かれて、以降は、正義の妖怪として、一躍有名な存在となっている。 2001年には、滝田正宏と地元の有志団により、徳島県三好郡山城町が伝承の発祥地と認定され、現地には、寺定屋の名の石像と、京谷夏彦による、寺定屋の火が建てられ、同年に、山城町にて、除幕式が行われた。妖怪ファンにとっては、新たな注目地となっている。2010年には、三好市市内の道の駅をボケに、 妖怪ミュージアムとして、粉木 G の里、妖怪屋敷がオープンし、多くの入場客を呼んでいる。粉木 G と同様、赤ん坊のような産声を上げるという、ゴギャナキという妖怪が四国に伝わっている。高知県高岡郡新居の浜や旗郡坂の下では、色白の赤ん坊で、夜道を歩く人の足にまとわりつくが、草履を脱ぐと離れるという。 徳島県今郡小屋平村では山中を徘徊する一本足の妖怪で、これが泣くと地震が起こるとも言う。この五ギャナきが一本足と言われることから、小泣き爺も一本足との説もある。山田則雄の著書、東北階段の旅には、青森県津軽平内の小泣きバーという階段がある。ワイナイ高松というものが山中で迷い、一人の老人に出会い、 彼の家に泊まることになった。途中の道で赤ん坊の鳴き声が聞こえ、老人は赤ん坊を拾い上げた。さらに、鳴き声が聞こえたので、行末が拾おうとすると、顔はシワだらけのバーで、重くて手にできなかったが、老人はたやすく拾い上げた。やがて家に着き、老人はその赤ん坊を鍋に入れて煮始めた。しばらく後に、 鍋の蓋を開けると、中身はカボチャだった。翌日、昨日食べたものはかぼちゃか、カボチャかと、行末が尋ねると、老人は小泣きバーだと答えたという。ただし、東北会談の旅に収録されている伝承は、著者の創作と見られるものが多いため、小泣きバーという妖怪も、山田則夫の創作である、可能性が指摘されている。茨城県にも似た伝説はあるが、 海力重要説話となっている。ある女性が、戸村義国に対して、少しの間、赤ん坊を持っていて欲しいと渡すと、五巻、十巻、二十巻と、重くなっていったが、それに耐え切ったため、女性はその力を認めて、消えていった。その夜、枕元に、白髪の老婆が現れ、観音であると名乗り、海力を授けたという、ありがとうございます。